どうも、ココリア TV です。今日はですね、夏のおすすめガールズグループの曲をご紹介したいと思います。はい、結構今回夏にですねカムバックしたガールズグループが多いので、夏歌がすごい揃ってますね、ガールズグループで。そこで私のおすすめをご紹介したいと思います。まず1曲目が少女時代、ソニュシデがカムバックしましたね。少女時代のパーティーという曲です。まあもうミュージックビデオがもろなんかこうみんな海でわーとかプールとかで遊んでるようなミュージックビデオになっているので、もうザ夏って感じの夏歌なんですけど、結構個人的にはですね、夏になるとガールズグループがカムバックするんだけど、今回カムバックしたガールズグループの夏歌は全部結構いいくて、結構私的にはお気に入りですね。そんな中で少女時代のパーティーという曲、ダンスが結構簡単、少女時代にしては簡単なので、その前の Catch Me If You Can という曲がですねすごい結構もうゴリゴリでもう真似できないだろうっていうようなダンスだったので、パーティーという曲は本当にみんなが楽しく一緒に踊れそうな振り付けになっていると思います。ミュージックビデオもみんなのね髪色なんかがとってもいろいろなので見てて楽しいと思います。はい、2曲目はですね、A ピンクのリメンバーという曲ですね。 A ピンクちゃんといえばもう王道のアイドル、も少女時代を継ぐようなグループになっていますが、結構青春派というかね、ザ・アイドル、ガールズグループのアイドルっていう感じの曲になってるんですけど、ちょっと服装とかがねなんかこうカジュアルだったりとか今時っぽい感じになっているので、それも見どころだし、コンセプトがすごい可愛いですよね。なんかみんなでこうプールのところに並んで足をこうクロスさせる場面なんかは、なんかあれを見た時に、あ、可愛い子がこんなに人数が集まるってすごいことだし、可愛い子が集まってるだけで可愛いなってすごい感じた一曲になっています。そして3曲目が AOA のハートアタックって曲ですね。なんかね、ミュージックビデオがあのラクロスのねこうミュージックビデオになっていて、ちょっとスポーティーな感じになっています。で、AOA なんでもちろんセクシーさも結構あって、夏歌なんだけどセクシーさもある、なんかでもスポーツ要素もあるので健康的なセクシーさがあるミュージックビデオで、かつ曲になっていると思います。そして4曲目が Girls Day、 Girls Day の Ring My Bell っていう曲ですね。リン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 ガベルってね、もうめっちゃ私毎日今聴いていて、振り付けもなんか覚えてる感じなんですけど、ミュージックビデオがねものすごいね、なんかね結構みんながまさかの水着で踊ってるっていう、ちょっとそれが結構衝撃的だったんですけど、みんなのスタイルがいいのでなんかやらしくないし、とっても可愛らしいなって思いました。私まあガールズデイは結構ねイメチェンもしてたね、みんな髪色が黒くなってたり金髪になってたりとか、ガールズデイってあんまり髪の毛の色をこうコロコロ変えないイメージがあったんですけど、みんな結構大胆に変えていましたね。その4曲が、まあ、今回特におすすめの夏歌ですかね、ガールズグループで。今回ガールズグループが、まあ、カムバックして、もうミュージックビデオがもう本当に夏らしくてとても注目大なので、みんなぜひぜひチェックしてみてください。なんかこれからフェスに行くとか海に行くって人なんかは、髪色だったり髪のヘアアレンジだったりいろいろが参考になるミュージックビデオになっていると思いますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあねー、アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。